7月4日は、グレゴリオ歴で年始から185日目にあたり、年末までは、あと180日ある。ヒッティーンの戦い、十字軍がエルサレムを失う、ベオグラード工場戦始まる、蒸気船ブリタニア就航ルイス・キャロル、アリス・リデルラ三姉妹と川遊びこの時の話が、不思議の国のアリスの原型となる、南北戦争、ビックスバーグの包囲戦終結。画像は、 幸福条件を話し合う北軍のグラントと南軍のペンバートン国際日付変更線が西サモアの東から西へ変更。画像は1888年の日付変更線、ロッキードベガ初飛行新東京国際空港の建設予定地を宮内庁下宇佐五両牧場付近と決定。火星探査機マーズパスファインダー。火星に着陸画像は探査車。 ソジャーナ探査機ディープインパクト、テンペル第一彗星への衝突対打ち込みに、聖光室町幕府、第二大将軍、足利義明誕生特本作者、極低馬金誕生。日本初の職業作家ともされる。ナザレ派の画家ヨハンフリードリヒ・オーファーベック、誕生探検家、ジョージ・エベレスト。エベレスト山に、名が残る作家ナサニエル・ホーソーン。 イタリア統一の三欠の一人、軍人ジュゼッペ・ガリバルディ、アメリカ音楽の父、作曲家、スティーブン・フォスター。オースザンナを聞く、ケンタッキーの我が家を聞く、児童文学者、岩屋・サザナミ第30代、アメリカ合衆国大統領、カルビンク・クリッジ作家、ボージュン・コロンビア第56代大統領、アルバオ・ウリーベ。武将、 クスノキ・マサシゲ・グアテマラを征服したコンキスタドールの、ペドロ・デ・アルバラード作曲家、ウィリアム・バード・ボツイギリス近代小説の父、作家サミュエル・リチャードソン。フランスの政治家、ロマン主義の作家、フランソワ・ルネド・シャトーブリアン・ボツ。作家テオドール・シュトルム・ラーマ・クリシュナ・ソインとラーマ・クリシュナ・ミッションの創始者、宗教家、リベイカ・ナンダ・ボツ。右画像は、 ビベイカーアナンダがダービーに付されたジーンタンゴ作曲家、バンドネオン奏者、アストルピアソラ長関数の理論を構築した数学者、ローラン・シュバルツ独立宣言に深く関わった二人の、アメリカ合衆国大統領、第二代ジョン・アダムズと、第三代、トーマス・ジェファーソンアメリカ独立宣言採択。左画像は、ジョン・トランブルが、独立宣言。ありがとうございます。